ございます。野賀です。今日は私の1日の食事ということで、朝はほぼ毎日飲んでいるバターコーヒーというものを作っていこうと思います。それでは早速作っていきます。まずは豆からコーヒーを挽きます。で、豆はスペシャリティコーヒーといってグレードなんですけど、一番ね、いいグレードのコーヒー、豆を使うのがそのバターコーヒーにはいいと言われていて、一応ね、そのスペシャリティコーヒーの豆をネットだったりとか、ネットだとね、カビなしコーヒーとか検索すると出てきます。あとはお店でスペシャリティコーヒーくださいって言うと選んでくれるので、そうやって買っています。豆を挽いているのはカリタの手挽きのコーヒーミルです。挽くのにはね、結構時間がかかって大変なんですけども、その朝ゴリゴリとするのが楽しくて、私はこれを使っています。重さが結構あるので、手で押さえなくても挽けるというのがね、楽で良いです。インテリアとしてもおしゃれかなと思います。コーヒーは普通にホットで1杯分入れていきます。このね、コーヒー豆専用のこのカップ1杯分でコーヒー1杯分です。豆は深入りの方がバターコーヒーにはあって美味しいです。ました。目はね、中くらいの粗さで引いていきます。今日はちょっと粗かったかな。で、これをコーヒーに入れていきます。コーヒーを入れるのに使っているのは象印のね、こちらのなんていう型番なんだろう、このシンプルなね、かっこいいコーヒーメーカーで作っています。本当に機能はシンプルで、水入れてスイッチ入れるだけというね、本当に他の機能は何もないものなんですけども、コーヒーメーカーこれ3代目で、前はね、豆を入れると全自動でドリップまでしてくれるやつを使っていて、ね、結構ね、なんでなんだろう、壊れるのが早かったのと、あとはまあ自分でね、手挽きでコーヒーを入れるのに憧れて、今回はミルがついていない入れるだけのものにしました。意外とね、引くのが楽しかったので、私はねこれにしてよかったです。サイズもコンパクトでね、収納もしやすいです。ということで、これで入れていきます。タンクにメモリがついているので、1杯分お水を入れて、で、あとはスイッチを押すだけです。 MCT オイルという、なんかね、ココナッツオイルの良い内板みたいなやつですね。これを大さじ1杯入れます。ただ結構お腹緩くなりやすいので、初めての方は入れすぎないように気をつけてください。いつもはね、測らないんですけど、なんとなくね、この下のこの位置で覚えてるので、ちょっと今日は測ってやろうと思います。それからグラスフェッドバターといって、牧草だけをね、食べて育ったバターを、これもね、ネットで買うんですけど、買ってそれを使っていきます。普通のバターだとダメで、このね、グラスフェッドバターがポイントです。成城石井とかでも買えるんですけど、本当にね、400g、200g の小さいパッケージで2000円ぐらいして、すごい高いので、 Amazon とかだとね、1キロとか、そういう2キロとか、そういう単位だとね、結構安く買うことができます。それで大きいの買っておいて、切ってね、冷凍して保管しています。なので私はこういう大きいタッパーに入れているんですけども、こんな感じで切って保存しています。で、このオイル、バター、コーヒーを攪拌させていくんですけども、これでね、今まではミキサーでやってて、でもミキサーだと熱いものを入れるとね、ゴムがすぐ劣化しちゃったりとか、洗うのが大変だったりとかで、なんだかんだね、いろいろ試した結果、一番良かったのは、このハンド型、こう手でやる型のミキサー、このミルクフォーマー用のやつですね、すごい良かったです。で、容器もミルクフォーマー用のやつで、この泡立てのミルクフォーマー用のやつ。電池なのでね、パワーが心配だったんですけど、結構十分で、まあ、そんなにね、長く電池持つものではないんですけども、パワーは十分にありました。で、洗うのも結構楽だしね、これを使っています。で、あとはもう混ぜるだけです。で、この普通に混ぜるだけじゃダメで、こうやってね、しっかり攪拌するとクリーム色、なんだろう、ミルクティーみたいな色になります。これがミセルという状態で、この形にしないとね、バターコーヒーは意味がないそうなので、これがすごく大事なプロセスです。でね、これ泡立つのがすごい楽しくて、すごい長い時間やったことあるんですけど、泡立てすぎるとね、空気と触れて酸化して酸っぱくなっちゃうので、しっかり混ざったなと思ったら、あまりね、長くやりすぎないのもコツです。
はい、ということで完成しました。夏場とかはねちょっと濃いめに作って氷がたくさん入ったグラスに入れてアイスで飲むとアイスカフェラテみたいですごく美味しいです。はい、という感じで朝はバターコーヒー作ってノートを書いたりしながら、まあ、これだけでね朝ごはんを済ませることが多いです。バターコーヒーはもう2年ぐらいかな続けていて、最初はねこの最高のなんだっけ食事だっけ最高最強の食事、ちょっとここに本出しておきますね。この本を読んでこの食生活をね始めたのがきっかけで、本当はねバターコーヒー飲むだけじゃダメなんですよ。朝バターコーヒーを飲んでそこから2時までは食事を取らずに、で2時から8時の間に食事を全部済ませてっていうね食事法があって、あとは食べるものとかも結構決まっていて、そのやり方ってバターコーヒーやると最強に効果が出るらしいんですけど、私はねそこまで厳密にはできてなくて、とりあえず朝バターコーヒーを飲むということだけをやっています。本当はそれをちゃんとやると、バターコーヒーって脂質とねタンパク質入っているんですけど、炭水化物、まあ、糖は入っていないので、その糖を抜いた時間をね6時間以内に抑えることができるというね食事法で、でもお腹が空かず続けることができるっていう効果があるんですけども、まあ、それ抜きにしてもね私はバターコーヒーすごいいいなと思ってます。まずねお通じが良くなるこのオイルがすごくお通じが良くなるので、お腹の調子が良くなるのと、あとは朝ごはん私お米食べちゃうとね眠くなって昼寝しちゃうんですけど、バターコーヒーはね眠くならないので、まあ、コーヒーのカフェインもあるし、あとはその糖が入ってないっていうところでね眠くならないで仕事に集中できる。なおかつお腹がね空かない、あれだけねバター入ってるとねやっぱりお腹に溜まるのでお腹が空きにくいです、というのでねこれを飲んでます。で痩せるかどうかっていうところで言うとね、最初は痩せました。飲み始めて最初は本当に痩せて、ただね飲み続けてるとある程度のところで体重はね落ちなくはなりますね、慣れてくるので。うんね、それでも続けるだけの価値あるなと思っています。はい、ということでこれが朝ごはんでした。お昼ご飯を作っていきたいと思います。いつもご飯家で作るときはお米とお味噌汁をよく食べるんですけど、一から作るとね結構時間もかかって大変なので、私はレトルトを使っています。おすすめなのが、まずお米だとねこのもちもち寝かせ玄米ご飯というのがおすすめです。これはもち麦ブレンドなんですけど、他だと穀米とか15穀米とかいろんな種類があって、それはね好きな味で選んでもらえればいいんですけど、玄米ってね体にいいとは分かっててもやっぱ硬くてちょっとね食べにくさがあるじゃないですか。この寝かせ玄米ご飯は玄米なのに本当にねもちもちしてて食べやすいです。まあ、味はまあ玄米特有のね香りはあるので、それが苦手な人はちょっと食べにくいかもしれないんですけども、良ければね一度ぜひ試してみてほしいです。それから本当におすすめなのがこの天野フーズのお味噌汁です。レトルトのねお味噌汁って具がやっぱりちょっとまあ、レトルトって感じじゃないですか。でもねこの天野フーズのお味噌汁は具が本当にもう自分で作ったかのような大きくてね味もしっかりとしたお味噌汁で、本当にすごくすごく美味しいです。ちょっとねレトルトの他のお味噌汁に比べると高いんだけど、まあこのクオリティというか一食のこのお味噌汁が飲める値段って考えれば、まあね私はここはちょっとこだわってもいいところなのかなと思っています。私はねこの減塩のシリーズがいろいろ入ったパックをまとめ買いして家に置いていて、もうね普通にご飯の時だけじゃなくてお腹がちょっと空いた時とかね、お味噌汁はとてもヘルシーであったかいものを食べるとねお腹にもたまるので、これはね本当に痩せます。これは本当に痩せるご飯食べる前とかお腹空いた時にお味噌汁を飲むだけでも結構ね私はね痩せました。で味はもう好みは人それぞれなので何とも言えないんですが、私がね好きなのはナス、このナス美味しいです。ナスとそれからね野菜、5種の野菜という野菜、それからね今一番ハマってるのは豆腐。これは白味噌なんですよね。白味噌で大きいね豆腐が1個ドンって入ってて、これはすごく美味しいです。この3種類が大好き。他だとしじみとか長ネギ、きのこ、大根、豚汁、なめこ、ほうれん草とねいう形で入っているパックを買っています。これは本当に
もう家に常に置いておきたい天野フーズの味噌汁は本当に激おすすめです。今日はナスにしようと思います。という感じでね、お味噌汁とご飯があれば、あとは一品何かおかずあれば食べれちゃうので、自炊のハードルが高い人、時間があんまない人でもね、真似しやすいかなと思います。ではあと一品も本当にね、簡単なものなんですけど作っていきます。まずはね、安くてヘルシーな水菜、もやしはね、水に入れておくとちょっとね、火が持ちます。水に入れておいたもやし、もう全部使っちゃおうかな。これにね、薄い豚バラ肉をこうかぶせるようにのせていきます。私はまあ家に水菜があって、まあ、水菜安いのでね、入れたんですけども、本当にもっとめんどくさい人はもやしだけでも大丈夫です。もやしだったら包丁使わないのでね、もやしと肉だけだったら包丁使わなくて、で今からこれチンするんですけど、火も使わないので本当に簡単です。そしたらラップをふんわりと、これね、お肉にくっつかないように容器は考えてください。お肉にくっつくとそこの部分火が通らなくなっちゃうので、ラップをして、これはね、どんくらいかな ?4 分くらいかな。ちょっと様子を見ながらね、チンします。500ワットで4分くらい。で、チンしてる間にね、今日は豆腐があったので、豆腐も食べようと思います。お豆腐はちょっと邪道って思われるかもしれないんですけど、私はね、ごま油とお塩で食べます。まあ、いつもじゃないんですけど、ごま油とお塩で食べるのに最近ハマってて、ごま油にね、お塩は沖縄で買ってきたね、この焼き肉用とか味がちょっとついてるお塩をいろいろ試して食べています。美味しいんですよ、ごま油と塩の組み合わせ。で、お肉にね、かけるタレは、まあ、あれは普通にポン酢でもいいし、ごまだれとかある人はごまだれでもいいんですけど、私はね、最近ハマってるのは、めんつゆとわさび。これもちょっと邪道っぽいんですけど、私はこの組み合わせが好きで、わさびをちょっとね、この豆腐の容器が空いてるので、これで、ね、このつゆが本当に美味しいです。これ別にね、そんないい、ちょっといいつゆなのかもしれないけど、その普通にスーパーとかで売ってたやつなんですけど、このめんつゆが大好きで、これをね、めんつゆと、このわさびをね、溶かします。ちょっとね、チンの時間が短かったので、今ね、延長してチンしています。時間がまだちょっとあるのでね、今日はみょうがも切ろうと思います。みょうがなんて全然なくても大丈夫なんですけど、私本当にみょうがが好きで、みょうがのためならね、手間を惜しまないです。はい、ということでできました。電子レンジで作ったとは思えないね、このクオリティです。に、このさっきのわさび麺つゆをかけて、みょうが。余った分は豆腐にしようかな。はい、ということで完成しました。一見豪華だけど、多分ね、ベトルトと電子レンジのおかげで10分もかかっていないお昼ご飯でございます。ベトルトの天野フーズのお味噌汁のナスもちゃんとね、こんな大きいナスが入っています。本当に美味しいです。はい、ということで夜ご飯を作っていきます。夜はお昼にね、食べたお米の半分残っているので、このお米半分と、それからおかずを作って食べていきます。まずはいつも食べている胸肉のサラダチキンを作るんですけど、これはね、今日作っても今日食べれないので、この胸肉のサラダチキンはそのために作っておいて、その時に出た皮でね、一品作っていきます。まずはこのね、皮は使わないので皮を剥いでしまいます。そしたら味がね、よく染みるようにフォークで穴をたくさん開けていきます。そしたら両面にね、まんべんなくお塩を振ります。両面に塩を振った鶏肉をこのジップロックに
入れていきます。オリーブオイルがなければごま油でも大丈夫です。ちょっとね風味がまた違ってそれはそれで美味しいんですけど、私はねオリーブオイルの方が好きなので最近オリーブオイルで作っています。そしてね全体に行き渡るように揉んだら空気をねできるだけ抜いて、このままねこれは一晩冷蔵庫で寝かせます。さっきのね鶏の皮をねここで茹でます。はい、鶏の皮茹で上がったらねこれは水で洗って置いておきます。いつもはね鶏皮2枚ぐらいで作るんで、今日は1個なのでちょっと量は少ないんですけど、後でこれをおかずにして食べようと思います。そしたらねこれをさっきの鍋の中に入れて煮込みます。味付けは鶏ガラ小さじ2と、それからごま油、最後に溶き卵を入れて完成です。卵のね、黄身を、あ、崩れちゃった、ちょっと。はい、ということで晩ご飯が完成しました。ちょっと鶏皮はね、あまりにも少なすぎたので容器を小さいものに変えました。美味しそう。さっきジップロックに入れたチキンは1日だったら、まあね1日時間がないときは1時間でも置けばね結構変わるんですけど、次の日にたっぷりとねお鍋にお湯を沸かしてジップロックのままねお湯に、沸騰したお湯に入れます。でその時に一回ジップロックの蓋開けて、このお湯のね水圧で空気を押し出してからもう一回閉め直すといいです。空気がね入らないようにピッチリと蓋をして入れて火を止めて、そのまま1時間置いて完成です。もうね沸騰したお湯がだんだん冷めていく、その温度で火が通っていくので1時間タイマーかけておいたら、あとは薄切りにしてそのままね食べれば大丈夫ということで、今日ねこのご飯とともに一品ね、チキンの下置き、下漬け、なんて言うんだっけ、味付け、下味をね、つけておいたというのと、あとはスープもね、ちょっと途中で分量足して、少し多めに作ったので、明日のお昼はね、またこのスープの続きを食べようと思います。でチキンのね、鶏皮を茹でた時に作ったスープなんですけど、今回はニラと卵で食べたんですけど、もっとね、本当に、野菜切るのも面倒くさいとかいう人は、その茹でたチキンの鶏ガラのお湯に鶏ガラスープを、まあ、小さじ1杯か2杯か、それはねお湯の分量によってスープの表記があるのでそれに合わせて入れて、あとはね乾燥わかめを家にストックしておいて、乾燥わかめ入れて卵をねポンって割ってそこでぐちゃぐちゃってかき混ぜれば、わかめ卵スープが簡単にできます。で最後ねちょっと味を見ながら塩コショウすれば、それでも十分スープになるので本当に簡単です。でさらに家に例えば春雨とか、まあ、春雨はでんぷんなので、ね、そんなにカロリー低いってわけではないんですけど、春雨とか、あとはあのなんて言ったっけ、あの海苔みたいな、海藻みたいなやつ、なんだっけなんだっけ、名前忘れちゃった、あれねあれ入れてもいいし、なんかもずくとか入れてもいいし、あとは最後ねしょっぱさが足りなければ私はフジッコ入れたりとか、そういう乾燥してすぐに入れて使えるものがあるとね、あとはその鶏ガラのスープ入れるだけで簡単にスープ作れるのでおすすめです。とこのアボカドと卵のご飯は本当にねこのもちもちの玄米にすごく味が合うので、うん、本当に美味しいですこれ。はい、ということで今日の私の一日のご飯でした。こんなにね毎日3食ちゃんと作って食べているかというと、まあ、普通にコンビニとか使うこともあるし、外食の時もあるんですけどね、家にいる時はできるだけね簡単でもいいから自分でちょっと作ったものを食べたりとかするようにしています。またこういったね一日の食事出していこうと思うので、また見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。